君の背中見つめながらこんなに胸が苦しいよ。行かないで会いたいよ。愛してる言えない言葉飲み込んで眠りにつく。YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。ルート272です。今回新しくルート272という弾き語りバンドを、結成しまして、で私がギターボーカルの彩香と申します。ボーカルののっぽです。はい。で2人でね、今後いろいろ動画などをアップしていこうかなって思ってるんですけど、そのルート272の名前の由来なんですが。私たちの住んでいる、地域の、国道の名前、国道ね272号線っていうのは通ってるんですけど、それをね、お道を通りながらいつも行き来しているので、それを由来でつけました。はい、はい、で
新しい歌をね今回あの披露させていただいたんですけど、片思いという歌、気持ちをね歌にしまして、で、作曲私がやったんですけど、あの歌詞の中にいろいろねのっぽさんのね気持ちとかを込めました。それぞれいろんな片思いをしている方がたくさんいると思いますけど、そのまあ片思いはまあ確かに辛いですけど、そのまあ一緒にいているだけで幸せだとか、最初はちょっと暗い歌ではあるとは思うんですけど、それでも前を向いてその人を思い続けるぞっていう気持ちで、そういう思いも込めて歌いましたので、皆さんぜひ最後まで聞いてください。最後まで聞かないとこの動画は見れませんということで、ルート272でした。はい、さよなら。